マジェスティックホテルは、ベトナムのホーチミン市の一区内、ドンコイ通りに建つホテルである。ホーチミン市の中心地のサイゴン川とドンコイ通りに面して建っている、フランス植民地時代から営業されている数少ない高級ホテルで、同様に植民地時代から営業されているレックスやカラベル、コンチネンタルなどと並ぶホーチミン市を代表する高級ホテルの一つである。 175部屋と現在の基準では小規模ながら、豪舎な内外装や充実した設備や、ポーターやコンシェルジュをはじめとするスタッフのサービスが高い、評価を受けており、ベトナム政府観光局の格付けで5つ星の認定を受けている数少ないホテルの一つである。開業以来85年以上の歴史を持ち、日本の秋篠宮新納やイギリスのヨーク公爵、 アンドリュー王子をはじめとする各国の王室メンバーから、フランスワ・ミッテラン元大統領やシンガポールのリー・シェンロン首相などの政府首脳、カトリーヌ・ドヌーブなどのセレブリティや会貢権をはじめと、する作家など、開業当初から現在に至るまで、王族や、各界の著名人が利用することでも知られる。ロビーエリアフランス植民地時代の1925年に、家協実業家のフイボンファにより、 サイゴンで数少ない近代的ヨーロッパ風ホテルとして開業した外観にアールヌーボー的デザインを施された5階建ての建物に44室の客室とレストランが設けられていた。第二次世界大戦勃発後の1940年にフランス本土がドイツ軍に占領され、親ドイツのビシー政権が発足したことに伴いビシー政権側についた フランス領インドシナが1941年7月に日本軍による南部仏印侵中を受け日仏の共同統治となった後はフランス植民地政府から日本政府に貸し出され日本ホテルと改名され侵中した日本軍や政府関係者の宿舎となった1945年8月の終戦後にサイゴンを含むインドシナ一帯がフランスの単独統治に戻されたことを受けて再び マジェスティックホテルへと名称が戻された。その後オーナーや管理者が数度にわたって変更され、ベトナム共和国が成立した後の1960年代に入ると、時代遅れとなっていた外観や主要設備を改良した、ほか、屋上界の増設が行われた。なおベトナム戦争中の1964年から1965年にかけて、作家の開口権が、 朝日新聞社の特派員として最後に派遣された際には本館の103号室を宿泊先として使用したほか、産経新聞特派員の近藤孝一をはじめとする世界各国のジャーナリストが使用している。なお1975年4月には6階のレストランが北ベトナム軍の南北ベトナム統一後は一旦、 クロングと解明されるも、その後名称を元に戻し引き続き営業を行う。1985年には国営企業であるサイゴンツーリスト社の参加となり、1994年から1995年にかけて全面改装が施され、同年8月1日より営業が再開された。2003年には隣接した建物を、 サイゴンウィングとして編入し175室となる。2007年には政府により5つ星に指名された。リバービュー、デラックスルームのベッドエリアブリーズスカイバー本館と、新館に全175室がある。サイゴンガー向きのコロニアルサイゴンリバーデラックス、ドンコイ通り向きのコロニアルシティデラックス、プール向きのコロニアルプールデラックスなどがある。本館の一部客室にはバルコニーがある。 各種パーティーや会議など様々な用途に対応するバンケットルームが用意されている。法治民主中心部の繁華街であるドンコイ通り沿いでサイゴン川に面して立つ。また、人民委員会庁舎や統一街道、サイゴン大協会などにも徒歩圏内にある。タンソンニャット国際空港までは車で25から30分程度。また、メルセデス・ベンツイークラスでの タンソンニャット国際空港との間の優勝送迎サービスが用意されている。ベトナムナビ、最後の一番長い日、文春文庫、近藤光一著。ありがとうございます。